新郎高柳義彦くんをもっと知りたい一番のこと。よっしゃー。今回は高柳義彦くんをよく知っていると豪語する4人のお友達に集まっていただきました。して、今回クイズ形式で答えていただきますが、優勝者にはなんと100万円。よーし。よーし。第1問。おい。でれってれ。新郎高柳義彦くんが思った新婦エリさんの第一印象は？第1問、回答オープン。よし、よいしょ。かわいい。マネージャー。かわいい。マネージャー。かぶってんな。なんだよ。それでは、第1問、正解の発表です。よっ。新婦、エリさんの第一印象は？モーニング娘。の過去愛に似てるところ。なんだよ。なんだよ。あいつ、なんだ、あいつ、なんだ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 、ふざけてんだ。第2問。よーし。どうだっけ。てれっ、新郎高柳義彦くんが思う新婦エリさんの可愛い仕草。仕草。第2問、回答オープン。よーし。エリさんの背がちっちゃいので、柳くんを見上げてへってするところ。おー、小動物っぽい。笑顔です。まばたき。新婦エリさんの、一番可愛い仕草。タイプ座り。タイプ座り。タイプ座り。すげー曲がってタイプ座りしました。柳ってやっぱかっこいいな。いや似合ってるよこれ。よかった、仕事してんのあれ。グラサンもかぶってるしな。スナイパーなのかな、やっぱり。第83問。よし。てれってれ。新郎と新婦で2人で出てみたい映画は？海猿。海猿。第3000問。てれってれ。新郎と新婦の思い出の場所は？ん？これデートありますよこれ。これいくか。回答オープン。よいしょ。海ほたる。おお、なんすごいな。さすがテレンス。データ通り。データ通り。データ通り。すごいな。すごいね。おしゃれだな。でも海ほたるか。いや、一番おしゃれだね、行くところ。すげえな。高校の時からおしゃれだったもんね。パンツバーバリーだったからね。第7856問。新郎高柳義彦くんが高校時代骨折した回数は？おお、来た。これはね、これこれは分かりやすい。これはいけるだろう。前と言えばか、これこれはいいんじゃない。回答オープン。よっしゃ。これはいいだろ。銃を置いたけど真剣じゃん。アバラとアバラテック4回。え？4回？4回すげえ当たってるじゃん。そっか、ずっと見学してたもんね。常に多くなったから。だから見学中に仲良くなったんでしょ、マネージャーと。骨折したからこそ。ありきでね。本当に？俺も骨折して見学してた。第8466問。でれってれ。新婦エリさんの作る一番好きな手料理は？回答オープン。手料理の中で一番好きなものは？明太子としめじの炒め物。わかんない。絶対無理だよ。明太子としめじ、美味しそうだね。第9000問。あと1000問だよ。来た来た。頑張ろうぜ。よし、頑張るか。はい、じゃあ、てれってれ。よし。新郎義彦くんが思うサッカーワールドカップの優勝国は？ああ、ワールドカップの話。そうなる。
ネパール。第9990問。柳くんの結婚式なんだからさ、おあと10問しっかりやろうよ。おさえ、よし、正座しよう、正座しよう、握手、やろうよ。てれってれ、おい、てれてれ。新郎よしひこくんの好きな四文字熟語は。夫婦円満。いいね、いいね、全部食ってる。愛着形成。第9998問。おー、新郎と新婦で2人で行ってみたい国は。オープン。それでは、今後2人で行ってみたい国は。沖縄。いやこの人やられたよ。せめてなんか石垣島とかにしてほしい。第9999問。ついに来た、ついに来たか、ついに来た。てれ、はい、新郎よしひこくんの小さい頃の夢は。あー、うん、お父さんのようなお父さんになりたいなるほどね。 J リーグだと思いますよ、僕はね。でもさ、あの回答の VTR のさ格好を見たらさ、あなんか、なんかあのスナイパー的なさ。小さい頃の将来の夢は。ほら、見てウルトラマン。え、違う。ほら、当たりでいいじゃん。いいよ、当たりでいいじゃん。これ、どう。おー、イエーイ。シュワッチ。第1万問目。よし、よし、よし、やってきた。てれてれ。よし、こい。よし。新郎のプロポーズのセリフは。あー、おーい。真面目だからさ、根は。いやそうなんだよね。いや、マジで。なんか、あえて照れて、ふざけて言うんじゃない。いやー、なんか、言いたいこと。どっちかだね。ちゃんと言うか、こう、ちょっと遠回しに。照れて言うか、どっちかだ。そうだね、どっち。なんだろうな。回答オープン。さあ、来い。どうだろう。エリーさん、僕の永遠のマネージャーになってください。あー、これからもずっと。僕の味噌汁を作ってくださいと。古くね、ちょっと古いけどね。真面目にやってんの。人生のマネージャーになってる。ここに来てる。でもそういうことでしょ。そういうことだよね。やっぱりそういうことだと思うんだよね。だから実際正解見ようよ。この回答は今日発表してもらうと。直接ね。マジで。いいね。会場で生で聞きましょう。じゃあ大楽しみに。せーの、高橋君、お願いします。